こちらが20番がトレゼゲ、そして手前12番がアンリが下がっていきます。もう一人メンバー交代がカウンターアタックを食らってしまう。トレゼゲ、トレゼゲ、あ、ここはハットリック。フランス対日本は3対0、フランスのリードが3点に広がってワールドカップに。さあしかしここはビルトールからトレゼゲ、ゴールを決めた。4対0あるいは思い切ってあげる、どちらかこれね迷います。ここも完全にね中央に入られてるんですね、ディフェンダーとディフェンダーの間に。そこに位置されて背後を狙われますんで、これしっかりマークついた方がいいですね。今日は特に松田と服部の間、はい、まあ、日本代表はずっとトルシエ監督になってからフラット3というやり方を敷いているわけですが、はい、ここは多少、まあ、FIFA コンフェデレーションズカップの地上波独占放送権のこの度獲得いたしました。さあここはトレゼゲ、トレゼゲ、この大会はワールドカップ開催国日本監督に加えて今戦っているフランス、ブラジル、カメルーンといった世界の各国がいる。ビエラ曲がってきている。さあミクーだ、ミクーからトレゼゲ、最後はミクーからトレゼゲ、もう完全にあのフラット3の弱点の間。トレゼゲ回っています。フランス代表対日本代表は5対0。ジダン、トレゼゲ、蹴る日本代表白のユニフォーム、トレゼゲ、さあカンデラ来る、トレゼゲ、ビルトールがいる、流す、ここにいるのはミクーだ、シュート、ビルトール、トレゼゲ、ビルトールから、ビルトールからトレゼゲ、足元シュートきた、シルベストル、トレゼゲはここにいます。